はい、どうも長友有です。今日もよろしくお願いします。さあ、ドットバルキリー降臨がやってきましたね。もう見てくださいよ、かわいいバルキリなんかようやくこのドット絵のモンスターたちが増えてきて、ドットのねパーティーもそろそろ完成できるのではないかなという感じになってきましたけれども、今回はこちらのパーティーでいきます前回ね、あのゼウス&ヘラでドットのパーティーでこう挑んでみたんですけれども、まあ、コテンパンにやられましたので、私のパーティーまだドットの最強パーティー作れないかなっていった感じです。はい、そしてデビルメイクライコラボのこのルシアを使っていきます。見ましたか、私のデビルメイクライコラボのガチャ動画、悲惨でしたね交換しました。はい、こちら使っていきます。変身しますとこんな感じですね。悪魔タイプの全パラメータが 1.5 倍毒ダメージを無効化。これちょっとね、あの毒の目覚めとか、まあ、毒に変えられた時にどうなるのかなっていうのをねちょっと見たいのでね、あの毒振ってきてくださいって感じなんですけれども、あと4色以上同時攻撃でダメージ軽減、攻撃力10倍、そして3コンボ加算ということで、今回あえてこのルシアルシアでいこうと思います。もうすでにあれかな、スキブはいっぱいなのでいけると思います。はい、1ターン目からで、一応無効貫通は闇で組めるっちゃ組めるんですけれども、まあ保険として歯を入れました。悪魔タイプだしね。はい、歯はというと、まあ無効貫通ですね。で、全ドロップロック解除し、5属性ドロップに変化ということで、ガードブレイクもあります。で、ブラックジャック&ピノコ無効貫通もしっかりあります。で、 HP とバインド状態、覚醒状態無効を全回復、一旦の間属性吸収を無効ということで、やっぱね、属性吸収とダメージ吸収って結構こういう降臨系のダンジョン来るので入れていきたいと思っております。はい、でレギンレイブはもうすごいね、スキブが超覚醒つけて4、5、5ですよ、5、素晴らしい。そして素晴らしく可愛くてセクシー、好き。はい、でアシストは仮面ライダーの武器をつけております。はい、で一応このバステトにはリーチェのアシストをつけております。ダメージ吸収来たら嫌だからね。うん、でフレンドさんのルシアにも仮面ライダーの武器をつけてる子をお借りしました。はい、それでは早速いきます、レッツゴー。はい、お、ドロップが取るドットや、わい、え、あ、やばい、進化できない、進化じゃない、変身できなかった嘘、あ、これまずいかも、遅延されてるのか、どうしよう、一旦これ使う、あり、それとも回復力ダメージ吸収来ないかな、どうしよう、これ使おう、これ使って耐えたいな、耐えたい、本当に耐えたい、まさかの、あ、お、いいね、回復ありがとうございます。ただ HP がそんなに強くない、あー、これダメだ、はあ、はい、ということでここでハロウィンマドゥを連れてきましたちょっとルシアとね、いとこなのかはとこなのか、ちょっと運命を私は感じますけれども、そう思いながら使っていきます。そしてやっぱりバインドは来るんだね、一旦耐えれないかな、一旦耐えてくれたら本当に嬉しいのだけれども、いかがだかな、あ、いけそう、耐えれそう、もしかして、お、ブラックジャックあと1ターンか、耐えれそうだな、 OKOKOK、
はい、いいね。これでちょっと変身をしていただいて、やばいなこりゃ。でも HP も全回復なので偉いですよね。はい、こんな感じでどうだろうか。はい、 OK。 はい、で変身できると、あ、もうすでに、あ、変身忘れてた、絶対できたよね、もう実はすでに。はい、あーあー、普通に息を吐くようにバステト使っちゃったけど、ちょっとあのダメージ吸収来たら終わりだなこれ。普通に使っちゃった、いつもの癖で。あ、全然倒せない、どうしよう、これもしかして組み合わせ良くない？ちゃんとできてる私。ちゃんとできてない。はい、あ、ここでダメージが色をちゃんと消して、かつドロップを5個以上つなげて消さなきゃいけないっていう、難しいね、意外と難しいな。難しい、まあ難しいのを選んだ私なんで、最後まで一生懸命頑張ります。はい、そしてドットボル系のドラゴンの奇跡が落ちれば、このドットドロップ入手できますからね。これどれぐらいの確率で出てくるのか全く分かんないですけども、惜しいなー、ドットドロップかわいいよ、かわいいね、すごくかわいい。はい、いいね、落ち込んが三コンボ加算してくれるのは嬉しいですね。はい、はい、どうよ、 OK。 めっちゃ落ち込みする、あ、結構順調、順調に進んでる。いやでもな、ドットゼウス&ヘラもね、そういう感じだったね、途中まではめっちゃ。そして無効貫通やっぱ来たね、闇組みたいね、闇を作りたい。回復、回復、あ、さすがにこれちょっと間に合わないな。ごめんなさい。お、でもいい感じ。あー、はい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 、オッケー。そしたら無理になんか組まなくてもいい気がするけれども、ちょっと怖いので組みましょうかね、怖いからね。はい、せめて右の侍オーガさんもね、侍オーガさん、あ、バッ、え、あ、バインド、バインド、いらない色を消す、いらない色を消す感じでいきましょうか。回復残し残るね、ここら辺どうかな。あ、全然残るな、なかなか降ってきてくれないな、なかなか降ってきてくれません、欲しいものが。あ、え、あ、無効貫通切れてた。はい、からの4回、ここ
ここでハクとサクヤ九州の子来た来た九州の子、あ、でも5ターンじゃないですか、5ターンでしょ。一応ね、エンハンスをつけてるんですよね、マドゥにも。めちゃくちゃ鬼硬いキャラだったらちょっとどうしようって思ったので、チーリンドラゴンの時の教訓を得て、ちょっとガチガチの火力が出せるようにと思いました。ウェイ。そしたらもうあれですね、普通に回復上げていく作戦でもいいのかもしれないね。はい、どうかな。よし、ハク倒しました。これ耐えれるかな最後まで。あ、覚醒復興してくるんだ。使うか、使おう。スキルは惜しまずに使っていきましょう。あと3ターン耐えなきゃいけないのか。回復残しましょうかね、そしたらね。怖いから。ドロップ5個消せてなかった。あはん、回復消えた。まあでも、してきた。ウェイ、強いよー、強いよー。その攻撃、強いよ。はい。788コンボ、へい、はい。そしてあと一旦ここで一体キリンさんはどんな攻撃を見せてくるのか。そんな強い攻撃しませんように。あ、何もしてこない。意外とお優しい、素敵。はいはいはい、はい、でこれ普通にいけなかったら多分クビになるよね、きっと。はい、どうかな。火力も頑張っていただいて、あ、いい火力。あ、いけた。え、意外とすんなりいけるからの、おー、ドットバルキー、やっぱり。あー、50% 根性なんか、あるのね、1億ダメージ向こう。やっぱ無効貫通あるのかー。でも、1億もダメージ出るか？ちょっと、これは、あれですね。半分ぐらいまで削りたいですね。半分ぐらい削って、エンハンス使いたいな。ね、うわ強い、マジ強い。よいしょ、強いよ。おい、はい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 。全然削れないんだけど。え、全然削れないんだけど、ちょっと本当に一応溜まってるけど、一応溜まってるけど全然消えません。はい、あー、いいよいいよいいよ。あー、落ち込んなし、落ち込んなししてくる。L 字消し？ L 字消し？やっていきたいなって思ったけれども、思ったけれども、ちょっと間に合わなかった。まだ半減いかないか、半減じゃない、半分工場いかないか。しぶといな、可愛い顔して。本当にもう強い女子ですね。はい、ウルズ消しじゃなくなってた。
消せた、消せたよ。え、遅延された、マジか。そういう感じなんだ。あ、遅延してくるんだ。めっちゃすごく、めっちゃ貯めたのに。頑張って8ターンも耐えれるか、これ大丈夫か、いけるかこれ。え、怖っ。はい、回復頑張って、回復頑張って。え、ちょっと待って、やばい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 、ちょっとちょ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 、え、ちょっとちょっと、回復、よしよしよし、いいよ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 、そのまま。スマート。え、ちょっとこね、バステト使いましょう。バステト使って、いや、これエンハンス貯めたいな。エンハンス貯めたい、すごく貯めたい、貯めたくて仕方がありません。頑張れ回復、頑張れ。いいよ、落ち込ん、いいよ、素晴らしい、ナイス回復。はい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 、覚醒無効回復でしょ、あと4ターンか。1回、あ、え、ちょっと、じゃあ、わかった、ここ耐えたいですね。アキネちゃんを使っていきたいので、これでどうかな、貯めたい。あ、これシェリングフォードか、シェリングフォードだ、が溜まったんだ、ハオに。シェリングフォードが溜まったので、これを使います。で、無効化にします。そうすると、仮面ライダーのアシストを使うことによって、状況が、3ターンの間 5.2 倍になります。これでいけないかな。よし、いきます。緊張する。いや、指の時間めちゃくちゃありますから、指の時間あるからね、大丈夫だよ。指の時間あるから、指の時間あるから、あるから、はい。どう、はっ、やったー。え、意外とこのルシアとハロウィンマーデルの組み合わせ良かったりする。え、どうですかこれ。ちょっと私何も調べないで、なんかこの2人が似てるから作ってみただけなんだけど。はい、やったー、あ、やったー、ゲットしたー、かわいい、かわいいですね。ドット進化のみのチームで組むと全パラ2倍、回復タイプの攻撃力が8倍、3色以上同時攻撃で1コンボ加算ということで、普通に強いね、普通に強いね。いきなりドットプリンセスバルキリーが落ちてくれるっていう。いや、これさ、ドットボルケーノ落ちるのかな。結構大変なのかなね。はい、ということで、意外とドットバルキリーにはこのルシアとハロウィンマドゥが合いましたね。ちょっといとこなのかはとこなのかちょっと分かりませんけれども、私がね勝手に妄想して作ってるだけなんでね、あれなんですけど、
はい、ということで5月もありがとうございました。6月もね、一生懸命楽しい動画をお届けできるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。最後までご覧いただきまして本当に本当にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。